こんにちは。ということでですね、さやかちゃんお腹がペコペコなので、お昼ご飯を作っていこうと思います。今日は僕の太陽公園。こんにちは。今日が公園でよかった。明日だったら台風直撃っぽかった。でもさえば明日のお話し会がめちゃくちゃ怖いよ。お話し会会場ちゃんと行けっかな。電車止まったりしたら嫌だね。まあ公園とね被んなかったから、ファンの皆さんはね、あの危険に、ファンの皆さんを危険にさらさずに行けるのでよかったですけど。こんにちは。個人的には明日も心配。こんにちは。よいしょ。こんにちは。こんにちは。エイトの日のあやねちゃんとセリちゃんがハートを作って、その中にビハートしてるサイリンが可愛かった。ありがとうございます。めっちゃ細かいところまで見てくれて。ラブラドールレッドリバーの D メロの部分ですね。よし、レタス。こんにちは。今日はユイリさんとデーナでユイリさんにもらったネイルを塗りました。さっきネイルかわいいでしょ。こんにちは。さやは今海苔でご飯を作ろうとしているから、ちゃんとしたものができるかわからない。こんにちは。ゆっくり休めた？今日さ9時ぐらいに起きようと思ったんだけど、普通に10時半ぐらいまで寝てた。そう、早起きしようと思う。早起きっていうか、まあ9時は早起きではないんですけど、よく考えたら。まあでもね、9時に起きようと思ってたんだけど、普通にもうちょっと寝ました。よし、どうしようかな。どういう料理にしよう。レタスと豚肉を使うことは決めてるけど、それ以外のことは詳しく決めてないんだ。こんにちは。寝不足はね、多少解消された気がする。今日、昨日ね、結局2時ぐらいに寝ついたんですよ。1時くらいにお布団入って2時ぐらいに寝れたんですけど、それで10時半とかまで寝たんで、8時間ぐらいは寝てるんでね、寝不足はだいぶ解消されたよ。よいしょ。じゃあちょっとレタスと豚肉をミルフィーユ状にしていこうかな。よいしょ。一番下豚肉がいいかな。よいしょ。
ちょっと回答できてるか不安。あ、でもできてる。若干凍ってるけど、ほぼできてる。若干凍ってるけど。こんにちは。冷凍庫にぶち込んで結構経っちゃったから、冷凍焼けしてないか心配だったけど、大丈夫そうですね。試験電車検査、こんにちは。こんにちは。名もなき料理をまた作っている。味付けどうしようかな。こんにちは。サリン今日も可愛いね。まだサヤは寝起きの顔してるけどね、めちゃくちゃすっぴん寝起きのもっさり顔してる。むくんでる。寝起きだから。よいしょ。こんにちは。お腹すいたね。昨日なんかさ、変な食事サイクルでちゃんと食べてないから、朝起きた時めっちゃお腹空いてた。今一旦ね、カフェオレを飲んでいることによってごまかされてるけど、めちゃくちゃお腹空いてる。でかいな、レタス。よいしょ。こんにちは。配信見ながらご飯食べよう。みんなも食べて。今日平日だからきっとね、お仕事の方も多いと思うから、お昼とか食べつつ、体を休めつつ、見ておくんなますい。こんにちは。よいしょ。今普通にお腹空きすぎて元気がない。人間お腹空いてるとき元気出ないよね。アンパンマンの顔が濡れたときみたいな。そう、力が出ません。こんにちは。朝食にスイカ食べた。でもスイカ消化早くない？めっちゃすぐお腹空いちゃう。スイカさ、めっちゃ水分だからすごい食べた時お腹いっぱいになるけど、めっちゃすぐお腹空いちゃう。よいしょ。よいしょ。お話し会買うよ。お、やったー、待ってます。嬉しい。北海道は晴れて暑いと思ったら急に暗くなって雨降ったり。あら、天気が安定しないんですね。こんにちは。こんにちは。
よっと。レタス多かったな。こんにちは。まあいいか。野菜は多い方がうまいか。こんにちは。レタス多いな。こんにちは。さーって適当料理ができたから、準備ができたから、これどう調理していこうかな。まず蓋をして、マジで何にも考えてないんだよ。はじめまして、こんにちは。よし、とりあえず火をつけてみます。どうしよう、味付けは何したらいい。醤油、みりん、味噌系のがいいかな。レタスってどんな味付けがあるんだろう。鶏ガラとかも合うよね。悩むね。鶏ガラにしようかな。こんにちは。うちの今の鶏ガラさ、固まっちゃってるんだよね。ガチガチに固まっちゃった。これはなんか捨てるしかないって前ファンの人が言ってたけど、ガチガチすぎて捨てれもしない。なんでこんな固まっちゃったんだろう。うお、箸折れそう。すごい。あ、箸折れた。箸折っちゃった。まあ、100均だからいいけど。そんな箸折れるほど固まる？鶏ガラスープの素って。よいしょ。こんにちは。箸折れちゃった。ダメですね。鶏ガラスープの素はいっぱい予備あるのでいいんですけど、いいですけど、どうしてこんなに固まってしまったのか謎です。こんにちは。でもやっぱ酸化しちゃったのかな。袋から取り出したさ、鶏ガラスープがこんな白いんですよ。そう、だから酸化しちゃった可能性ありますね。よいしょ。よいしょ。ちょっと鶏ガラスープ入れてお水を足そう。ちゃいそうだからちょっと火を弱めて、よいしょ。こんにちは。
確かにごま油はいいですね。お酢がさあんまり好きじゃないんですよ実は。なんかすし酢とかは好きなんだけど、酢飯とかでもあんまりそうお酢の味付け好きじゃないってことに最近気づいた。そうオンデマで見るね。お、ぜひ今日の僕たちオンデマ見てください。やばい、もうこのケースが鶏ガラスープ出せない、固まりすぎて粘土みたいになってる。こんにちは。今はレタスと豚肉のミルフィーユ蒸しを作ってるよ。できない鶏ガラスープ。よいしょ。こんにちは。あ、でも動いてきた。よいしょ。やば、絶対何か飛んでった。後で掃除しよう。見て、粘土みたいになってる。おー動いた。でもちょっと口がちっちゃいからもうちょっと。崩さないと捨てれないな。こんにちは。およそ料理配信とは思えない。いや、なんかね、多分水分含んで固まっちゃったって感じ。粘土みたいになってる。そう、乾燥してたら多分サラッサラなんですよ。だからしけっちゃったのかな、酸化して。いけー。おー出てった。やばかった。あーまた飛んでった。乾燥剤買ってこなきゃダメかな。シリカゲルみたいな食品に入れられる乾燥剤。出そうで出てこん。待って、今絶対に散らばったんだけど。でも見えない。後で掃除しよう。ガーって全部掃除しよう。こんにちは。そう、なんかさ、多分酸化して質が悪くなっちゃってるから、もうこれは捨てちゃうんだけど、冷蔵庫で保管してある綺麗なやつをまた使います。こういう失敗もあるんですね。鶏ガラね、なんか多分一時期料理全然できなくて忙しくって、その時に多分放置してたからなんかダメになっちゃったんだと思うよ。わかんないけどね、予想ですけど。気づいたらガチガチになってた。
うなってたら多分粉ダニとかも湧いちゃうと思うから早めに始末しないとね。よし、容器が綺麗になった。じゃじゃーん、洗います。よし、こんにちは。あー、すっきりすっきり、よかったよかった。こんにちは。鶏ガラスープだけだとあれなんで、ちょっとお醤油も足しますかね、味付け。よいしょ、醤油醤油。うん、いい匂い。こんにちは。今日はリハ長めでしょうね。そうだから今日はね、いつもより集合が早いです。 Yeah。 あ、お腹空いた。ちょっと使っちゃわなきゃいけない食材も使っちゃおうかな。傷んじゃいそうなやつをね。こんにちは。この鍋が開いたら、外も電子レンジでもいいか。何調理にしようかな。あ、鍋が開いたらにするか。すいません、独り言が多くて、いろいろ考えながらやってるとね、増えちゃいがち。こんにちは。あ、普通にね、セリアリっての確認もあるけど、普通に初日面が2人いるんで、初日面がいるときはね、リハしっかりやるんですよ。そうなんで普通に長いです。そもそもパネルの確認とかあるしね。機体もパネルからはけたり出たり多いので、 A 公演ほどではないですけど。すごい沸騰してる。よいしょ、こんにちは。これはどんなもんかな。どのくらいクタクタなレタスになったら美味しいかな。もうちょっとかな。美味しそう。昨日チェキ配信してたけど元気な顔してた。あ、よかった。18日行きます。お、よろしくお願いします。 A 公演ですね。こんにちは。やっぱ元気が一番ですから、人間。マジでよかった、元気になって。こんにちは。
かみんな玉ねぎのさ美味しい食べ方知らない？玉ねぎの美味しい食べ方。よし、レタスは完成かな。とりあえず玉ねぎを今レンチンしたんだけど、みんな美味しい食べ方知らない？玉ねぎ好きな人結構いるでしょ。そういうの配信わかんないけど、そうお盆道も混むし電車とか飛行機も混むよね。よいしょ。休みやから家でゴロゴロしてます。いいですね、ゴロゴロしながら見てくれ配信を。よいしょ。ピーマン1個だけ余ってたからとりあえずチーズ詰めてみた。これで後で焼きます。これ出来上がったやつどうしようかな。これに移せばいいか。これだと無理かな。でもこれでいけるか。すごいレタスからちょっとしか水入れてないのにレタスからすっごい水出たからパンパンになってる。うまそう。どうしよう。こんにちは。どうやって移そうかな。やっぱこのお皿じゃ小さいな。回避させて、うわ、よし、見た目が良くない見た目が良くないな。肉上になっちゃった。ひっくり返せるかな。あ、いけそう。よいしょ。ベタベタになっちゃった側面が。よし、よし。一品できた。美味しそう。プルプルや。レタスが。さあ、この鍋で。ピーマンも焼いちゃおうっと。やばい、名もなき料理を量産し続けてる今日。名もなき料理量産中。よいしょ。
家にある食材をとりあえずぶち込むっていう。よいしょ。よいしょ。よし。これでちょっと汁を入れて。うわ、食べづらそう。汁いっぱいになっちゃった。これでちょっと放置しよう。No name cooking。熱っ。やっぱ火使ってるとキッチンが地獄になる。熱い。熱いよ。こんにちは。まあ、エアコン入れててもキッチンまで届かないからね。こんにちは。頼りがちな夏2022。レンジはマジで便利。部屋作らないし、一瞬で火通るし。さえも電子レンジ駆使しちゃうもん。IH ならあんまり熱くならない。まあさえばお金がないので IH の家には住めません。そんなことを言われましても。でも IH もさ、湯気で熱くなるやんね。普通に鍋から出る湯気で。火ほどではないとはいえ、ちょっとこのあんかけにしようかな。片栗粉を、水溶き片栗粉を作るぜ。よいしょ。実家は IH です。だから IH の便利さももちろん知ってるよ。それも IH の家が本当は良かったもん。金ないから住めなかったけど。お腹すいた。早くご飯食べないと。さすがにお腹すいた。水溶き片栗粉少なかったかな。あんまりトロトロになってないか。よいしょ。
時、もうすぐ12時か。そりゃお腹が空くわけだ。ちょっととろみ出てきた。こんなもんでいいかな。火止めます。よいしょ。エビとイカのパスタを食べながら配信見てます。パスタいいっすね。そう、今日昼ご飯パスタにもしようかなと思ったんですけど、なんとなくやめました。マジでなんとなくやめました。でもパスタ食べたいなと思いながら、なんとなくやめましたね。1時間ぐらいで終わりにしますかね。最後に洗い物をしておしまいになるかな。今日は公演もありますから、あんまり長くやるとね、後に支障が出ます。行く前にね、ちょっと自主練してから行きたいし。普通に僕体いつも不安なんだよな。何回出ても不安。そう。こんにちは。ユニットとか特にね。よいしょ。こんにちは。こんにちは。よ。夜ね、配信します。公園から帰ってきて、まあ、帰ってきた時間にもよるんですけど、帰ってきたらやります。短いかもだけど。なのでまた夜も見に来てくださいね。よろしくお願いします。オンデマンドで僕隊を見た後見に来てください。食べる前に洗う派？いや、いつもは洗わないけど、今日は配信してるから。でも食べる前に洗わないとたまるやないですか。だからいつも溜めちゃうんですよ。だから配信中ぐらいは洗っとけば、喋りながら洗い物が終わるっていう。だから後で洗い物が溜まってうわーってならなくて済むっていう、めんどくさがりの私のなりのズボラ対処法。配信しながらだとさ、めちゃくちゃやる気出るんだよ。何でもできるんだけど、配信してない時本当にダメ人間になっちゃう。よいしょ。例えばいつも食べた後洗わないでシンクに置いとくから、例えば昼ご飯食べた後にそのまま残しとくやん。たら夜ご飯作る前に洗う。うわー、シンクいっぱいでご飯作れないやんって。だから料理の前に皿洗いが待ってるんですね。
れてしまった箸は残念ですがさようならします。ごめんよ、折ってしまって。よいしょ。でも100均の箸1年間よく使ったと思うわ。長持ち、100円にしては長持ち。3本で3000で100円だったからね。なんか1本33円ぐらい、1本だから1膳33円ぐらいですね。めちゃくちゃ長持ちさせてる。夏休みの宿題と一緒で嫌なものは先に片付けない。まあ夏休みの宿題はさ、夏休み始まる前に配られた瞬間に終わらせてた人間なんですけど。よいしょ。洗い物と夏休みの宿題は別ですね。こんにちは。夏休みの宿題はマジで爆速やった。秒で終わらせてたよ。夏休みの2日前とかに夏休み帳が配られるわけですよ。だから夏休み始まる前に全部終わらせてた。ね、偉いっしょ。あの頃は偉かったんだよな。あの頃はって言うと切なくなるけど、今はなんか締め切りギリギリまで何もやらない人間になってしまいましたね。どうしてなんだ。成長の途中で何かを間違えた気がする。まあでも夏休みの宿題はなんでそんなすぐできたかっていうと簡単だったからなんですね。社会に出るとそんなパッと終わらせられる簡単なことばかりではなくなってしまったので、後回しにしてしまう癖がついてしまったんですね。ということです。こんにちは。よし、まだあと15分ぐらいあるか。1時間にはちょっと、じゃあ名もなきピーマンのチーズ詰め適当料理食べてみますか。試しにね。いただきます。ピーマンのチーズ詰めあんかけ、いただきます。うん、うん、うん、うまっ。うん、なんかさ、ちっちゃい頃ピーマン嫌いだったのにいつの間にかね好きになってたんだよね。成長ですね。こんにちは。さえばエナドリ普段飲みません。こんにちは。ピーマンってめちゃくちゃ合うと思うんだよね。ピーマンの肉詰めよりピーマンのチーズ詰めの方が美味しいと思ってる。
こんにちは。でも今さえはすごい汗だく、汗だくです。よいしょ。暑い。父の地位ですね。今日も暑いのかな、外。嫌だな。うん。あんかけもうまい。あんかけの味が薄いから逆にちょうどいい。あんかけだけでいける。いい意味で薄い。こんにちは。暑いな。暑い日は嫌ですね。こんにちは。この後は荷物の準備して家出るだな。自主練ちょっとご飯食べて自主練ちょっとして、荷物準備して家出よ。今日は僕隊公演よろしくお願いします。楽しみですね。エイトから2人も参戦しますから、マジで待ってた。ずっと待ってた。でも二人とも忙しいメンバーやからさ、昨日もサマステ出て大変ですね。さやは暇だからさ、全然あれだったけど、みんな大変だ。こんにちは。みんなの健闘を祈って今日は僕隊頑張るぜ。ゆいりさんと久しぶりに劇場一緒に出れるしね、それも楽しみ。こんにちは。こんにちは。最近すでに活躍の場が広くなった。本当？そうかな。あんまり自分ではそう感じないんですけど、いっぱい劇場には出てますけどね。でもなんか舞台のお仕事もっとしたいですね。やっぱさ、最近さドラマ見ててめっちゃ思うんだけど、やっぱさめちゃくちゃお芝居好きなんだなって。お芝居がしたい。舞台本当は映像がしたいんだけど、さやは舞台も好きだけど、本当はドラマとか出たい、映画とか出たいけど、なかなかね高い壁ですね。初日面多いから今日は VR で見なきゃ。確かに初日面基本いっぱい映るもんね、オンデマだとね。あばばばば、ああもう磁石が弱まってる。よいしょ。まあラブラドールがセンターだったのは、ナナシちゃんがね
もともと出る予定で奈々ちゃんがセンターの予定だったんで代わりに出たんですけど、でもありがたかったですね。代わりでも何でもセンターができるっていうのは。お芝居したいな。どうやったらドラマとか出れるぐらいの女優さんになれるんやろうか。頑張らないとですね。なんかお芝居に強い事務所とか入りたいですよね、いつかね。はじめまして、こんばんは、こちら、こんにちは間違えてこんばんはって言っちゃった。お腹すいた。ぼちぼち配信終わりにして、それのお昼ご飯タイムにしようかな。じゃあランキングを見ます。13位ハレンチさんありがとうございます。12位トシ君さんありがとうございます。11位スノーさんありがとうございます。10位マサトさんありがとうございます。9位キャノンさんありがとうございます。8位江田さんありがとうございます。7位ともちさんありがとうございます。6位ケンケンさんありがとうございます。5位わさっぴさんありがとうございます。4位バイコゾウさんありがとうございます。3位ポクレンパサランパサランさんありがとうございます。2位ヤスさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございます。イエイ。あ、それトメさんのギフト多分読んでないよね。ありがとうございました。さあみんな昼からありがとう。今日は僕対公演よろしくお願いします。じゃあね、また後で、バイバーイ。